障害がある人にアートで新たな働き方を提案するアトリエが来月伊万里市にオープンすることになりました。来月1日伊万里市にオープンするジーニアス伊万里は、障害や精神疾患で働きづらさを感じている人に対し新たな働き方を提案するアトリエです。対象は18歳から65歳までで、元デザイナーや油絵画家などが指導するほか、福祉専門のスタッフが精神的なサポートを行います。制作した作品は販売やデザイン素材として収益化し、働く人たちの収入源にするということです。障害のある人たちがこうアートっていう自分の土俵で戦える場を作ろうと思って、まさにあの彼らの人生が好転していくような、そんな環境を提供できたらいいなというふうに思っております。アトリエは佐賀市に次いで2カ所目で、佐賀市のアトリエでは現在26人が活動しているということです。